お部屋に自分です。こんにちは。普段ね、僕らあの子供の映画につながることや、子供食堂の活動なんかをメインで配信してるんですけど、毎週火曜19時からはお部屋勉強会のお時間です。と言いたいところなんですが、ちょっとあの毎週配信が、僕らの実力不足で、ちょっと毎週ができてなかったので、申し訳ございませんでした。はい。ちょっと今後はあの毎週できるように改めて調整してチャレンジしていこうかなと思います。で、早速なんですけど、本日やる内容は、黒い背景素材ってどうやって合成するの、っていうのを、やっていきます。で、結論から言うと、ブレンドモードの中にあるスクリーンっていうのを使用していきます。はい、じゃあ、どういう風にやっていくのかっていうのを、早速編集やっていきましょう。はい。はい。早速やっていくんだけど、スクリーン合成は本当瞬殺でできるので、パッパやっていきます。まずは、あの黒背景で追加したい素材を追加していきましょう。はい。一回再生してみて、こういう素材を猫ちゃんのやつに合成しようかなって、後ろが黒い背景のものだね。これを実際じゃあスクリーンでどういう風に合成していくかっていうと、上のタップして、下右行くとブレンドってあるので、これブレンドを選択。そうするとね、こういう標準とか乗算とか焼き込みとか出るんだけど、これ右の方行くとスクリーンってあるので、このスクリーンを選択で右下チェックで完了。これで再生してみようか。もうこういう風に合成ができた状態です。黒い背景はこういう風にブレンドモードのスクリーンを使うことによって合成ができます。で、ブレンドモードって何かっていうのをちょっと細かく説明し出すと1時間ぐらいの動画になっちゃうので、すごい端的に話すと、そもそもこういう風に合成するときっていうのは、普段合成なんか2枚重ねたときっていうのは標準モードなんだけど、そこにね、色だけこういう部分だけ足すよとか、まあ、乗算とか加算とかいろんな効果の中の一つで、スクリーンは基本的には黒い部分を結構取ってくれる効果を持ってます。うん、あのね、厳密に言うともっと数字で管理されてたりして、すごい説明が難しいんだけど、今の段階だとスクリーン使うと黒い部分が抜けるんだなぐらいでも大丈夫です。なので背景素材見つけた時に黒だったら、こういう風にブレンドモードのスクリーンを使えば抜くことができます。はい。ちなみにキャップカットだったら、ブレンドって表現じゃなくてリミックスって表現されてて、スクリーンの代わりにフィルターっていう風に表現されてます。ブローとかだとブレンドって表現されてなくて、描写モードって表現されてます。描写モードの中にあるスクリーンで同じ効果を得れます。はい。じゃあそもそもね、なんであの黒巻き合成、まあグリーンバックだよね、グリーンバックが存在してんのに、こういう黒い背景が存在しているのか。グリーン1個に統一してくれれば、こんなスクリーンなんか使わなくても黒巻き合成だけで全部いけんのにって僕は最初の時は思ってました。で、なぜそれができないかっていうのをお見せすると、まあ分かりやすい素材でいくと、じゃあシャボン玉とか使ってみようか。再生すると、まあこんな素材綺麗だね。このシャボン玉の素材なんだけど、これをじゃあ黒巻き合成したパターンとそうじゃないパターン、今両方お見せするんだけど、じゃあ黒巻きやってみようか。黒巻きおさらいです。下の中から黒巻き選択して、で抜きたいところの色の部分に四角を合わせる。はい。じゃあ再生してみようか。こんな感じ。シャボン玉じゃない、これもはやね。美しいね。で、普通にスクリーンで抜いた場合だとこんな感じなんだけど、今3つ比べた感じ。黒巻き合成は正直今ね、シャボン玉っていうもう抜けないって分かりきってる素材を使ったんだけど、色がすごいはっきりしてるような素材だと確かに黒巻きでも抜けるんだけど、あまり適した抜き方ではない。これはあくまでなんだろうな、黒巻きでもたまたま抜けちゃったなぐらいであって、基本的には黒い背景のものはスクリーンで抜いた方がいいです。よく黒い素材でよくあるのはこういうシャボン玉とか、あとはこういうキラキラ光る素材とか、ぼやけるようなちょっとブラーかかってるような素材のものはかなりこういう黒背景で表現されてる物事が多い。黒い背景のやつ黒巻きでうまくいかなくて、なんか色変わっちゃって変になっちゃったぜみたいな経験をもしされたことがあるとしたら、今後はもうブレンドモードのスクリーンを使うことによって綺麗に抜くことができます。で、実際にじゃあこのキラキラを使った応用編ってことで、サンプル動画ではこういうシーンなんだけど、普通にね、例えば動画作ってたら、こうシーン1とシーン2があって、その間にトランジションを入れてトランジションの効果を作ってもいいんだけど、キラキラのトランジションを作りたいなと思った時に、だいたいどこの編集ソフトもあんまキラキラしてるトランジションって存在してないことが多いんだよね。なら、じゃあ自作で作っちまえばいいじゃんってことで、こんな方法もあるよっていうので一つご紹介すると、まず一番最初トランジションの変わる前の動画、シーン1シーン2でここがトランジションになるって考えた時に、シーン1の部分が一番メインレイヤーに入ってるこの猫ちゃんの動画だね。で、シーン2に切り替わる動画を今度上のレイヤーに入れてる状態。今再生するとこうやって猫ちゃんのやつで、ここで上にこう変わりたいシーンが、だから普通トランジションつけるときは同じレイヤー同士につけるんだけど、今上に乗せてる状態で、さらにもう一枚上にキラキラの素材を入れていく。
で、これをスクリーンで一回合成しようか。この時点で再生すると今こういう感じで、でここで今入れ替わってるけど、これをさらにどういう効果を加えていくかっていうと、このシーン2の方にマスクを加えていきます。シーン2の先頭の場所に行って、下のマスクを選択で放射状を選択で、この丸の位置を揃えて、位置を揃えたらどん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 ピンチでちっちゃくして、このタイミングでキーフレームで、ちょうどこの円描き終わって出てくぐらいの場所まで進んでいこうか。で、ここでちっちゃくしたマスクをどんどん拡大して画面全体に映るぐらいまで大きくしちゃう。この状態で再生するとどうなってるかっていうと、まあ再生するとこんな感じ。まあこれでもいいんだけど、これだとちょっと違和感がすごいので、この外のキラキラを円が拡大していくのと同時に一緒に広げていこうかなと思います。で、どういう風にやっていくかっていうと、中のマスクの円と外の円が重なるタイミングぐらい、重なるタイミングのところで上のキラキラ素材をタップで、キーフレームで拡大してって、右にずれてって、もう画面全部出るぐらいか、そこぐらいまで行ったら、今度この上のキラキラを拡大して画面外に出していく。これだけ。これで再生してみるとどうなるか。まあこんな感じで自作トランジションを作ることができます。まあ要はこのトランジションの中にある形と似たようなキラキラ素材をつけてくれば、こういう効果は自分でも作れるよって。まあ例えばね、こう放射状とか四角とか、あと右行くとハートマークもあるよね。だからハートマークとかの例えばキラキラ素材見つけたら、まあじゃあこんな感じかな。こういう感じでハートマークのキラキラ素材とハートのマスク使うと、こういう自作トランジションも作ることができます。で、本日はこのスクリーン合成のやり方でした。で、この VN 編はあと4回、全21回で一通りこれを覚えちゃえば、 YouTube 上にあるような動画は大半は作れるようになるぐらい編集の幅めちゃくちゃ広がるので、ぜひご覧いただけると嬉しいかなと思います。では本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。では、バイバイ。